今日の空なんて本当に今日はすごい晴れてるんだけど、普通東京のイメージってやっぱり曇り空で、まあ、空気が汚いっていう感じなんだけれど、僕はこうやっぱこう晴れた日の東京のイメージってこう独特のこう悲しさがあって、ちっちゃい頃からこうすごい好きなんですね。なんか一生懸命明るくこう振る舞ってる感じが、なんか街のこう煩雑さと全然正反対の性格で、すごいなんかこう感傷的な気分に浸れたりできるんですけれど、なんかオタクみたいな話になっちゃった推進感受を得るためにはやっぱり夏のすごい暑い日に、例えばふーって吹いてくる風とかが一番適しているような気がするんですね。涼しさのために夏の暑さが必要だっていうのもすごい面白い話だと思うんですけれど、そういう感覚ってやっぱり日本人はすごい敏感なんだと思いますね。最近ロックが産業化していてつまらないっていうのは、音楽の現場でもよく話す話なんだけれど、今日のコンサートのようにこう個人的な思いを大切にしているアーティストが集まって何かをやるっていうのはすごいいいことだと思うんですね。2000年に向かって少しでもコミュニケーションが回復するようなムーブメントになればなって思ってますけど、どうもありがとう。